しんちゃん。お宅の息子は本当変わったやつだよな。カレーしか食えないインド人かよ。本当に新平と会ったのね。あなた行く当てないんでしょ。しばらくここにいれば、あの子の部屋を使えばいいから。いやでも、あの子と同じ体格なのね。